10月スタート。ナンバーアンダーラインアイがトップ3に輝いた。ファン必見の音楽祭、ブラストの日開催。ナンバーアンダーラインアイ、トラビスジャパン、広光北山が集結。夢の共演が実現。ブラストの日、ライブ配信。10月の始まりとともに、新たな希望と期待が胸に広がる瞬間を迎えました。秋の風が涼しく感じられるこの季節。 皆様の心も温かく満たされることを願いながら、今日はナンバーアンダーラインのファンの皆様へ心からのメッセージをお届けしたいと思います。特に音楽を愛し、毎日そのメロディーに励まされている方々にとって、この10月が特別な時間となるような、そんな願いを込めてお伝えします。まずは9月29日に行われた、最もリクエストの多かった曲トップ25のランキングについて触れたいと思います。このランキングは、 音楽ファンにとって一つの指標であり、アーティストにとっても自身の存在意義を確認する機会となります。その中で、ナンバーアンダーライン愛が見事トップ3に輝いたことは、何よりもファンの皆様の情熱と応援の結果といえるでしょう。皆さんが送ってくれる声援の一つ一つが、ナンバーアンダーライン愛の音楽をより高みに押し上げてくれたのです。これほどまでに熱い支持を得られることは、アーティストにとって最大の喜びであり、 誇りでもあります10月3日、木曜日には、この素晴らしい成果を祝して、特別なブラストの日が開催されます。これは単なる音楽イベントではなく、皆様と共に音楽を共有することで生まれる特別な体験です。イベントの時間帯は、ナラインアイのライブパフォーマンスが8時30分から午前9時、そして21時30分から22時 JST という2つの時間帯に予定されています。 続いて TravisJapan は9時10分から午前9時30分、2 2時10分から2 2時30分 JST、そして広光北山は9時40分から午前9時55分、2 2時40分から2 2時55分 JST という形で、トップアーティストたちが次々と登場します。これらのアーティストは、皆さんが愛してやまない音楽シーンの一部であり、そのパフォーマンスを通じて皆様と一緒に最高の時間を過ごせることを楽しみにしています。 さらに、このイベントを特別なものにするために、DJ ケビンによるライブミックスが加わります。彼の独自のスタイルで織りなす音楽は、あなたの日常にちょっとした魔法をかけてくれるはずです。音楽の持つ力を再確認できるこの時間、ぜひ一緒に楽しみましょう。皆様は、h t t p s o n i n e r a d i o b o c o m u s p a y s n u m i b u s または、 h t t p w p v r n y c c o m l i s t スンから無料で聴くことができますので、お気軽に参加してください。音楽というものは、一つ一つの音が10なり合い、そして多くの人の思いが詰まって初めて輝きを放つものです。ナンバーアンダーライン愛の曲がランキングのトップに輝いたという事実は、ただの偶然ではなく、ファンの皆様が共に作り上げた結果だと感じます。これを一緒に祝うことは、 まるるでで一つのの夢を共有すすかのようですナンバーアンダーライン愛の音楽は、言葉やメロディーを超えて人々の心に響く力を持っています。その力を最大限に感じるために、私たちが共に時間を過ごすことは、かけがえのない瞬間を作り出すことにつながります。そして、このイベントを通じて新たな発見や喜びを見つけていただければ幸いです。音楽が持つ力を再確認し、 それを通してあなた自身の感情や思いと向き合う時間になるかもしれません。時には、メロディーの一音があなたの心に触れ、日々の忙しさや悩みを忘れさせてくれることもあるでしょう。そんな瞬間こそが、音楽の持つ本当の魔法だと思います。また、今回のランキングにおいては、トラビスジャパンと広光北山もトップの座を競い合い、見事にランクインしました。彼らの音楽は、 それぞれぞ独自のの個性と情熱を持ちながらリスナーの心に深く刻み込ままれるような力を持っています特に広光北山の声にはどこか懐かしさと新しさが同居するような独特の魅力があります。そして TravisJapan のエネルギッシュなサウンドはリスナーを瞬時に引き込む力を持っています。このような多彩な音楽が一度に楽しめるということはまさに贅沢なひとときと言えるでしょう。皆様の応援が、 ナンバーアンダーライン愛にとっての大きな原動力となり、新たな挑戦と成長の糧となっていることは間違いありません。毎日寄せられるメッセージや声援は、決して一方的なものではなく、まるで心と心が響き合うような、一種の対話のように感じられます。音楽を通じて皆さんとつながれることは、ナンバーアンダーライン愛にとって何よりの喜びであり、誇りです。だからこそ、 10月という新しい月の始まりとともに、これまで以上に情熱を持って音楽を届けていきたいと思います。皆様が感じる日々の小さな幸せや、大きな夢、あるいは時折訪れる不安や迷い、そのすべてが、ナンバーアンダーライン愛の楽曲を通じて一瞬でも忘れられるような、そんな存在でありたいと願っています。そして、その願いを叶えるために、この10月もまた最高のメロディーを紡いでいきます。 何気ない日常の中でふと耳にした曲があなたの心に寄り添い勇気を与える瞬間が訪れることを願ってやみません。また今回の「ブラストの日」を通して音楽の新たな可能性や楽しみ方を見つける機会にしていただければ幸いです。音楽は一人で聴くことももちろん素晴らしい体験ですがこうして多くの人と一緒に共有することで喜びや感動が何倍にも増していきます。ラジオを通じて全国、 そして世界中のリスナーとともに同じ瞬間を共有することは、まさに現代ならではの音楽体験といえるでしょう。10月3日、木曜日という特別な日に皆さんと一緒に過ごす時間は、ナンンバーアンダーアダライン愛にとっても忘れられない一日となることでしょう。d j ケビンが手掛けるライブミックスは、n ン1ーや t r a v やトラビスジャパン、広ツ・北山の楽曲に新たな命を吹き込み、 これまで聞いたことのないような斬新なサウンドをお届けします。その瞬間、その場所でしか感じることのできない特別な音楽体験を、ぜひ一緒に楽しんでください。そして、このイベントをきっかけに、新しい音楽との出会いや、今まで知らなかったアーティストへの興味が芽生えるかもしれません。それこそが音楽の魅力であり、その広がりを感じることができるのが、ブラストの日の醍醐味です。 リスナーとしてだけでなく、音楽を愛する仲間として、この瞬間を共に分かち合えることを心から楽しみにしています。ニューヨークから届けられるこの特別なラジオ放送は、単に音楽を聴くだけではなく、その背後にある情熱や思いを感じることができる貴重な機会です。音楽は時に言葉以上に深く、私たちの心に響くものです。それは、言語や文化を超えて私たちをつなげる力を持っています。 だからこそ、今回の「ブラストの日」は、私たち全員が一つの大きな家族として音楽を楽しむ瞬間となることでしょう。さらに、このラジオイベントを通して、ナンバーアンダーライン愛の魅力を改めて感じていただき、彼らの音楽に新たな発見を見つけることができるかもしれません。彼らの楽曲には、それぞれ異なるエネルギーや感情が込められており、それが聴く人の心にさまざまな形で響いていきます。 それは時に優しさであり、時に力強さであり、そして時には希望そのものです。もちろん、ナンバーアンダーライン愛だけでなく、トラビス・ジャパンや広光北山のパフォーマンスも見逃せません。彼らの音楽は、それぞれ独自の個性とスタイルを持ち、まるで一つの物語を紡ぎ出すような魅力を持っています。彼らの楽曲に触れることで、あなた自身の心の中に新たな感情や思いが生まれるかもしれません。 その瞬間を大切にしながら、ぜひ音楽を楽しんでください。今後も、ナンバーアンダーライン愛は皆様の期待に応えるべく、そして新しい音楽の可能性を追求し続けるべく、歩みを止めることなく進んでいきます。10月は新たな挑戦の始まりでもあり、これまで以上に進化した姿をお見せできるよう、努力してまいります。あなたの応援が、ナンバーアンダーライン愛にとって最大の力であり、 共に夢をを追いかけるる仲間であることを忘れませんどうかこの10月も音楽を通じて一緒に笑顔と感動を共有していきましょう。あなたの毎日にナンンバーアンダーアダライン i の楽曲が少しでも彩りを添えることができるよう心を込めて音楽をお届けします。これからも私たちと共に最高の音楽の旅を続けていけることを心から願っています。最後に、 10月のスタートを皆さんと共に迎えることができた喜びと感謝の気持ちを込めて、この言葉を送ります。音楽はいつもあなたのそばにあり、あなたの心を温め、支えてくれる存在です。その瞬間を一緒に分かち合えることを、ナンバーアンダーライン愛はこれからも大切にしていきます。皆様にとって、この10月が素晴らしい音楽の旅の始まりとなりますように。そして、その旅の中で、 たくさんの喜びと感動を見つけていただけることを願っています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ナンバーアンダーラインアイ、トラビスジャパン、a 光北山、そして d j ケビンの共演は、音楽の持つ可能性を無限大に広げてくれることでしょう。音楽は、私たちが言葉では表現できない感情を伝え合う手段でもあります。だからこそ、この特別なイベントは、 あなたたにととっててもも新しししい発見や感動をもたらしてくれることでしょう最後に、このラジオイベントに参加することで感じられる一体感や熱狂は、まさに、ここは特別なことが起こるラジオ局です、という言葉を実感させてくれるはずです。ニューヨーク市から世界中のリスナーへと届けられる音楽は、言語や国境を超えて私たちを一つにしてくれます。それが音楽の持つ素晴らしさであり、その一部となれることを心から誇りに思います。 今月もまた、新たなメロディーと共に皆様と過ごせることを楽しみにしています。ナンバーアンダーライン愛をはじめとするアーティストたちが、皆さんの日常に少しでも幸せや喜びを届けられるよう、これからも最高の音楽をお届けします。どうぞ引き続き、変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。